千代丸一時は、鹿児島県渋士市出身で九十部屋所属の現役、大相撲力士。本名は、木下和樹。身長179センチメートル、体重193キログラム。血液型は B 型。最高位は、東前頭5枚目。同じ九十部屋所属の地方を取りは実定。好物は、パスタ、モンブラン。現在の鹿児島県渋志市生まれ。 小中学生時代には柔道を経験し、渋市,市立渋市中学校を卒業後、九十部屋に入門。2007年5月場所で初土俵を踏んだ。同期には極集法がいる。本人は後年、相撲を取っていなかったら、地元で子供たちに柔道を教えていただろうという趣旨のコメントをしている。また、十三代九十からは、相撲は強ければお金になるよと勧誘の際に、 口説き文句を受けたという。入門後は、勝ち越しと負け越しを交互に繰り返す場所が続いていたが、着実に番付を上げ初土俵から約3年半で、幕下に昇進した。入門して1年はホームシックにかかっていたなど、苦労したため、弟の勇気には最初、最初はしんどいぞ。お前は、高校、大学まで行って、柔道を続けた方がいい。考え直せと釘を打った。 三段目昇進時には、彫名を、本名の木下から千代丸に変えている。後に明かしたところによると、親は、千代広史という彫名を考案していたが、十四代、九十こと千代大会がまだ現役であり、大の字を使うのは、顔じゃないと思ったのと、十三代九十が、よし、マリーから千代丸だ。と思いついたことから、彫名が決まった。 2011年頃から火事で実家が全焼して、以来、地を取りとともに、二人で頑張って、新しい家を建てたいと動機を見出して、精進するようになった。その後も、番付を上げ、2012年には、幕下上位に定着し、2013年7月場所は、東幕下筆頭くらいで勝ち越しを上げ、場所後の番付編成会議で、新重量昇進となり、 史上17組目の兄弟関取となった。十両に上がるまでには、千代おとりの付け人を経験しており、このままではいけないと奮起したことも関取昇進に関係していた。新関取の翌、9月場所は7勝8敗と負け越したが、翌、11月場所は同じ東十両13枚目に末置きであった。翌、十一月場所は九日目に十両で一番乗りとなる。 勝ち越しを決め、11勝4敗の好成績を残した。この場所では、弟の千代大取りが優勝を果たしている。翌2014年1月場所には、千代丸が13勝2敗で十両優勝し、史上初の兄弟による十両連続優勝となった。翌3月場所では、史上10組目の兄弟幕内力士の誕生となる、新入幕を果たした。 自身の新入幕を記念した祝賀会が4月13日に都内のホテルで行われた際、兄弟幕打ちなんて無理だろうと思っていたら、想定外。勝ち越しは無理だろうと思ったら、あれよあれよという感じ。大鳥は今度は新小結びの可能性があるし、あれよあれよで、兄弟大関なんていう想定外をと抱負を語っていた。新入幕の場所は2日目に、前の場所は、 小結びだった、妙義龍や、幕内最高優勝経験者の極点法など、上位経験が、豊富の実力者相手にも物をじせず月を押し相撲に、決して、12日目に勝ち越しを決めた。西前頭16枚目の地位で迎えた同年、7月場所は8勝7敗と勝ち越し、翌、9月場所は、東前頭11枚目の地位を得て、自己最高位も、半枚更新した。 しかし9月上旬に中水炎が発覚し、白血球の数値が平常値の倍以上を記録するなど、明らかな不調に悩まされたこともあって、この9月場所は4勝11敗と振るわず、翌11月場所は幕尻となる西全島16枚目に残留。9月場所が終わるまでは投薬治療を行っていたが、10月の秋巡業を全休して、回復手術を完光。 入院生活を経て、福岡入りした後に申し合いを再開。11月場所に際しては、おかゆが苦手で病院食をまともに食べられなかったことから、入院前より 10kg 減量して 175kg となるなど、怪我の巧妙ならぬ、病気の巧妙に預かった様子が伝えられており、この場所を8勝7敗の勝ち越しに終えた。2015年5月場所は3勝12敗の大敗を喫、喫し、 翌、7月場所は十両に陥落した。その7月場所は西十両5枚目の地位で9勝6敗と、勝ち越し、続く9月場所は西十両筆頭と再入幕がかかる地位を与えられたが、この場所は5日目に1勝しただけで9日目から、途中休場。同年、11月場所は東十両14枚目と、幕下陥落が見える地位にあり、10日目まで4勝6敗と、ピンチであったが、 残りをも連勝して9勝6敗と勝ち越し、関取残留を果たした。2016年は1月場所を怪我で途中休場し、再び重量階まで番付を下げたが、5月場所から3場所連続で勝ち越し、11月場所は東重量筆頭という、幕内復帰目前の番付まで戻したが、惜しくも負け越し、結局この年は丸1年間重量暮らしだった。2017年に入ると、 3月場所7日目のガガマルとの取り組みで、大の子服をうまく使った相撲を得得して勝ち越したのをきっかけに、あくまで主体は、押し相撲としながらも、4つでも相撲を取れるようになったため、同年、7月場所で13場所ぶりに幕内に復帰した。この場所は、西前頭15枚目の地位で土俵に上がり、9勝6敗と、幕内の地位では2年半ぶりの勝ち越し。 続く9月場所は西11枚目に番付を上げた。この場所では腹を活かして4つに組む相撲が多く見られ、中盤に星を稼いで9勝と、自身、初めて幕内の土俵で2場所を連続勝ち越しを決めた。自身最高位となる、西前頭8枚目で迎えた11月場所は、中盤に黒星を重ねて12日目に負け越しとなったが、そこから3連勝として7勝8敗で終えた。 2018年1月場所は9勝を挙げ、翌3月場所は自己最高位を更新する東前頭5枚目で迎えた。この場所は上位勢を相手に序盤から負けが込み、6勝9敗と負け越したものの、9日目に豪栄道、12日目に高安と両、大関を破る見せ場を作った。また10日目には横綱、角竜を相手に、 地震初となる結びでの土俵を経験した。9月場所は、西前頭14枚目の地位で6勝9敗の、負け越しで、番付運次第では、幕内残留が叶なわない状況となった。11月場所は幸運にも西前頭16枚目と、なんとか、幕内に残留。しかし、先場所で追った足の怪我の影響か全く振るわず、10日目に、早くも負け越し。 結局、4勝11敗と大敗を喫して重量陥落が濃厚となった。2019年1月場所は西重量6枚目に大きく番付を下げたが、10勝5敗と勝ち越し。西重量筆頭で迎えた3月場所も10勝を挙げ、幕内帰り先を決めた。5月場所は東全頭13枚目で初日から3連勝と、好発進。しかし、四日目に、 や後に叩き込まれると、この日から6連敗を喫する。終盤は4連勝と持ち直したが、7勝7敗で、迎えた千秋楽に同じく7勝7敗の大野章に、電車道で押し出されて、無効給休7月場所は、番付が幸運にも据え置かれたが、5勝6敗で迎えた12日目から、4連敗。5勝10敗の大敗でわずか2場所で10両に、逆戻りすることになった。 東重量筆頭の九月場所は一進一退の末、十四日目に小猿を突き出して勝ち越しを決め、再入幕を濃厚にしたが、千秋楽は一山本に叩き込まれて八勝七敗に止まった。帰り入幕の九州場所は序盤から好調であり、十二日目に佐田の海を電車道で押し出して勝ち越しを決めると、今場所は落ち着いて取れている。 今年で一番調子がいいですねと納得の表情だった。この場所は最終的には9勝を挙げた。2020年1月場所は不運にも番付が1枚しか上がらず、東前頭12枚目で迎えた。この場所は初日に元大関、こと正菊を突き出したが、それ以外はあまり見せ場もなく、6勝9敗に終わった。 3月場所は7日目の石浦戦後の検温で38度6分の発熱を記録して、中日町には39度7分の高熱を出したため2019、新型コロナウイルス感染症対策の観点から休場した。この場所で10両以上の力士が発熱のために休場するのは初めて。日本相撲協会は病院での受診と隔離を指示したという。 弟で十両の治療を取りは昨日は元気だった。今朝は体はすごく元気だけど熱があると言っていた。ちょっと休んだらケロッと土俵に立つと思うと話した。16日朝には熱が40度に上がり新型コロナウイルス検査を受けたが結果は陰性で放課式炎であることが明らかになった。17日の朝には37度7分まで熱が下がった。最終的に 7勝6敗に急に終わった。2021年1月場所は、場所直前に同部屋の力士に、新型コロナウイルス感染が確認されたことに伴い、濃厚接触者に該当する可能性があるとして、同場所を全休した。翌3月場所の番付は、事情が考慮されて、全休ながら1枚効果に止まった。弟の千代大りと、大胸同様の月押しが、千代丸の方であるが、 立ち合いからの諸手好きを得意としており弟より若干月吉に徹した傾向がある。会時代には、反り腰の癖がたたって丸い体型を活かせず月吉も甘くなりがちであったがそれを解消したことで、関取昇進をつかむことができた。また稽古嫌いでもあり、九十からは新十両昇進会見で自分から稽古をやろうとしない。弟がいたから上がれたと、辛口の表を下され。 稽古嫌いであることを明かされた。同じ場にいた本人もそれを自覚しており、弟が先に上がって焦りも負けたくないという気持ちもあった土地用を取りに対する競争心も語った。2017年13日目の支度場所では幕内で2年半ぶりに勝ち越した要因について4つ相撲に変えて引く相撲が少なかったから、4つになったら引きようがないと自己分析していた。 的が小さく巨腹を当てがいづらい、小兵力士には弱く、2019年頃になっても、その傾向は変わらない。使を幕く量は少なく、ソップ型でありながら大量の塩を巻くてる強しとは、交代賞。2021年5月場所終了現在。ありがとうございます。